今回は種のまき方、ばらまきについてです。ばらまきはたくさん種をまくときに使います。そして短期間で収穫できるような野菜に向いています。ベビーリーフとかでいっぱい食べたいときにまく方法です。ばらまきに向いている野菜は若い葉が食べられるものです。例えば葉物野菜の種がすでにブレンドされているベビーリーフミックスやレタス、わさび菜、水菜、春菊などサラダに使える野菜が向いています。ばらまきのポイントは一箇所に種が偏らないように全体的にまくこと、またできるだけ種は重ならないように間隔を空けることです。こんなアイテムがあると便利です。それはこちら、調味料入れです。ここに種を入れて巻くと上手に巻けます。身近にある調味料の空き容器を使うと簡単にばらまきできます。まずは土を平らにならします。種は調味料をかけるように少し高い位置からゆっくりと振り落とします。種の間隔は指が1本入るぐらい開けます。できるだけ重ならないように巻きましょう。この上に土をかけるのはこうしたアイテムを使うと便利です。粉チーズが入っていた容器です。ここに土を入れて上から土をかけていきます。調味料入れを使うと均等に土をかけることもできます。ぜひやってみてください。